どうもどうもミネットです。さあ、今回はですね、ソパカなんですが、じゃなんかソパカにね、とあるバグ技があるらしくって、ちょっと今回それをやっていこうかなと思うわけなんですけれども、ソパカって基本的に1段目しかできないんだよね。で、連続であーって言っても、結局これ1段目しかできないんだけど、ちょっとあるね、文字を入力することによって、上にすることもできるし、下にすることもできるということで、ちょっとそれをね、今回やっていこうかなと思うわけなんですが、結構簡単でこれ。ただ文字がね、制限されていて、一番端っこの、あを、消すじゃんか。消して、で、半角で、一旦、文字置いて、で、さらに、かな A 数字で N にすることによって、うんになるわけだな。だったら下に行く。いやでもね、これ俺もね、若干理屈分かっちゃったところがあって、今ここの段階だったら、全角の文字が何でも打てる状態なんだよね。全角の文字ね、全角の文字。なんだけど、空白を一つ入れることによって、あと一文字しか入れられないわけ。一文字っていうか、半分の文字しか入れられないわけよ。こういう文字。こういう文字しか入れられなくて、もう全角の文字入らない状態になってるわけよね。で、その状態で、かな A 数字の N を押すことによって、決定したら、今半角だよ。今半角なんだけど、これ決定することによって大文字になるわけよね。だからそれを大文字にすることによって、下の段に行くっていうシステムなんだけど、だからこれ N しか無理なんだよね。んしか無理。だから最後にんが来るものしか、下に持っていけないということで、ちょっと正味あんまり使いどころつったら結構難しいんだけど。で、次に、上の段に持っていくやり方なんだけど、ただこう、ん、に、ち、わにして、で、こんにちはの、んを消して、で、ここに半角置いといて、で最後にここを一気に空白で持ってって、若干空いてるからここの部分も空白で埋めて、でここを消す。でアイウェオので、これ ABC のところのかな A 数字 N を押すことによって、これも上に行きます。これも理屈さっきと同じように分かってもらえると思うんだけど。まあ、ただね、ただこれはね、正味使い道はかなり限られてしまって、言ったら運がないと、ダメなわけよ。例えば、追う勘とか、追う勘とかにして、で、N を消して、で、半角、半角一回の、あと、空白全部入れて、で、ちょっとだけ空いてる、半角のスペースが若干空いてるから、その半角のスペースもちゃんと消しといて、で、半角一回消して、で、それでかなの N を押すことによって、王冠でも上に行くと。いうことで、正味使い道はかなりね、まあ、限られてるわけなんですが、まあ、こういう、バグじゃないんだけどね。バグじゃないと思うんだよ。ただのこれは使用上仕方のない問題なんじゃないかなと思うんだけど、まあ、そういうやり方があるっつうのをね、ちょっと聞いたんで、こんなん誰もやってないだろうね。だから正味ね、これはなかなかに使い道があるかっていうと、まあそうでもないんだけれども、決して半角一回押して、で、N を押すことによって下に行く。最後に N を押したら下の行に開業されるからこうなるっつうことで、まあ下の段にね、結局必ず運が来るわけですよ。どう頑張ってもね。それがね、なかなか、まあ、難しいところではあるんですけれどもね。まあ正味ね、このソパカのね、開業されるやつはね、なかなか使いどころが非常に難しいところではあるんだけど、まあ、ぜひぜひね、気になった方、試してみてはいかがでしょうかというわけでね。まあ、というわけでね、ソパカの開業されるバグでした。今回はこの辺で終わっておきましょう。
じゃあな。